2018明治安田生命 J1 リーグ、お送りするのは湘南ベルマーレ対セレッソ大阪のゲームです。残留を一刻も早く確定させたい湘南ベルマーレ、そして ACL 圏内しっかり3位までをものにしたいというセレッソ大阪のゲーム。湘南ベルマーレの今日のスターティングメンバーを紹介しています。秋元大野、山根坂、で今日は、秋野弘樹先発です。斉藤美月、そして杉岡岡本、梅崎司先発で、イ・ジョンヒョプが先発、小川慶次郎というメンバーです。一方セレッソ大阪です。キム・ジンヒョンから松田、丸橋、木本、マテイ・ヨニチ、山口、清武先発、ソウザ、山村、オスマール、そして杉本健佑も先発です。ユン・ジョンファン監督が選んだ今日のメンバーをご紹介いたしました。杉本は山根と接触しています。右の肩大丈夫ですかね。ここで交代です。すでにフィールドアウトしている杉本に代わって高木俊之が入ります。この時間帯でもう1枚使いますからね。そうですね、まあ、バイタルとかね、空いてくるはずですから、まあ、清武選手あたりがそこでうまく狙うとね、攻撃の意識っていうのが、いいですね、ましたよ。シュート、あー完璧なタイミングでしたけどね。いい感じで入ってきましたけどね。ここもね、右サイド突破してワンツーでね、シンプルですけど、これ剥がして呼び込んでシュート。あ、これは後ろから大丈夫ですか。ボールに行ってますか。チャレンジしましたからね。そうですね、いいボール入りましたよ。はい、チャンスじゃないですか。あ、ちょっと考えたシュート、あ、どうだ、惜しかったですね、今のは梅崎。パス、はい、ここですよね、入ってワンタッチでね、アイデアが良かった、はい、いやー悪くないですよ。いやー、つながった。さあキーパーの1対1、シュート、ーキーパー防いだ、足元で防ぎました。今シーズンはここで2点取っています。秋元です。スタンダーでした。いや、来たかな、いやー入った。いやー、こっから見たらね、ね、来たと思ったんですけどね。抜群のボールでしたね。こっから見てると本当に最高でしたね。コーナーキックでこっちに向かってくるボールはもう決めてくれっていう中にも見えてる。僕もこれ入ったかなって一瞬思うぐらいね、4日ですね。山口和樹は枠取りましたよ。さあどうでしょう。やった、シュート、あー入らない。完璧な崩しでしたけどね、これも清武ならったところでしたけどね。このアプローチに寄せがない分ね、いいパス出されましたし、背後を狙ってクロスも完璧でしたね。おしゃれなシュートを狙ったんですけどね。いや、剥がしましたよ。いや、どうかな、ラストパス、おお、ソウザ素晴らしいパス、松田のソウザヘディングシュート、この抜き方、ソウザ完璧でしたよね。この次がうまかった、これ早いクロスだよね。この後も松田選手ね、この松田のクロスも最高だったんですけども、ヨニッチ、秋野、ね、滞空時間が長いボール、セカンドはセレッソが拾いそうです。まあ、あの速度の、これはまだどうでしょう。シュート、シュート、ゲット、ワンチャンスを生かしました。ワンチャンスですね、本当にセレッソにすると本当に割りが合わない。間違いない、本当おっしゃる通りですね。あ、いや、見事左足振り抜いてね。このプレーで決まりそうですね。もうこれラストプレーですよね。コーナーキック、
まだ構成の中です。まだある。まだ構成の中。どうだ。キーパー防いだか。どうだ。抑えたか。出てない。まだ。まだ。シュート。ゲット。最後ソーザ。いやいや追いつきましたセレッソ大阪。最後の最後ですね。最後の最後の。波状攻撃でしたねここ。これ。いや最後。キーパーのファウルはなかったかというところでしょうかね。抑えたんですけどね、最後の最後ね、創造選手が。いやいやいや。いや、これで終わりましたね。終わりですね。いや、両チーム疲れましたね。いや、本当に。何人もこうピッチに腰を落としてしまった選手がいます。フルタイムを戦って1対1というゲームでした。